あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日も引き続きまして、楽曲ザ・リアル・エクソシストリニューアルバージョンをご紹介したいと思います。ザ・リアル・エクソシストとは、真実の悪魔払い師という、まあ、直訳になると思うんですね。悪魔払い師です。悪魔を払う力が本当に持っている人、持ち合わせている人、それを楽曲にしたのがこの楽曲になります。ですので、真に悪魔を撃退できる存在になれる条件がこの楽曲の歌詞の中に書かれているんだと、まあ、こういうふうに思っていただきたいと思います。ではその楽曲の一部を皆様にお聴きいただきたいと思います。ザ・リアル・エクソシストリニューアルバージョン、作詞作曲は大川隆法総裁、そして歌を歌っているのは篠原紗絵さんです。どうぞ。神よ仏よ、私の命を光に変えて、電撃一閃、悪魔を打ち破り、今お聴きいただいていますザ・リアル・エクソシストリニューアルバージョン、とっても力強い楽曲です。この歌詞の意味を深く深く理解すればするほど、自らの心の内から巨大な神の光が出てきます。その神の光とは悪魔が一番嫌うことです。ですので悪魔を撃退する力が出てくる。さらにはこの楽曲のメロディー、ここにも一つの神のバイブレーションというものが宿っております。このバイブレーションも悪魔と波長が合わず、悪魔が退散するその力を持っているものだということなんですね。ぜひこの楽曲をお求めいただいて聴いていただきたいと思います。で今日はさらにその歌詞の中の一つをご紹介したいと思います。この歌詞の最後の方にこういう言葉があります。悪魔よ、私がお前に勝つことが正義をこの地上に打ち立てることになるという言葉があります。悪魔よ、私がお前に勝つことが正義をこの地上に打ち立てることになる。悪魔というものは存在するのかどうか、まあ、疑っている人も、たくさんいると思いますが、はっきり申し上げます。悪魔は存在します。この地上に存在しています。そしてこの地上において人々の人生を狂わそうと淡々と虎視眈々と狙っている存在が悪魔です。ですので悪魔に見入られ取り憑かれた存在は、その後その人の人生は大きく狂わされて不幸へと引っ張っていかれる可能性が高いわけなんですね。だからそうならないように、私たち幸福の科学では真実の教え、神の教えとはこういうことなんですよということを示して広げていこうとしているものでもあるわけですね。ここに大川隆法総裁の書籍が一部ありますけども、まあ、これ以外にもたくさん悪魔に対する文献がいっぱいあるんですが、ぜひその中のたくさんの書籍を皆様もまたお読みいただいて学んでいただきたいというふうに思うんですね。悪魔の正体を知ること、悪魔の本質を知ること、そして悪魔の嫌がることを知ること、これが悪魔を撃退する力というものになってくるわけですね。そして今日はですね、その悪魔に
勝つということがどういうことなのかということをお話ししたいと思います。悪魔に勝つということが正義を打ち立てるということがこの歌詞の中に書かれております。まあ、悪魔という存在を信じない人、信じたくない人、いろいろいると思いますが、だいたいこういう人は正義という言葉に異常に反応する人が多いのではないかと思います。正義というものを振りかざすと何か うさんくさいとかですね、そんな世の中にいろんな価値観があるから正義とか悪とかというふうに決めつけることがおかしいんだというふうに言う方もいらっしゃるのではないかと思います。でも、はっきり申し上げますが、正義はあります。必要です。そして悪も存在します。そして正義と悪を分ける必要もあるんだということですね。なぜならば正義というものがこの地上に打ち立てられることによって幸福な人生を送る人たちがたくさんたくさん生まれるからなんです。で、悪というものがこの地上に打ち立てられたら不幸な人がいっぱい生まれて、そしてこの地球上は悪なる星、本当に不幸なる星になってしまいます。ここまで極端にいくと納得される方、理解される方も多いと思うんですけれども、でも善と悪を分けない方がいいんじゃないかと、何が善で何が悪か分からない、人によっていろいろ価値観は違うじゃないかというふうな考え方を持つ人もいると思います。でもこの考え方はどちらかというと悪なるものを助長する傾向性になるものなんです。ですので悪魔は実はこういうところから入り込んでくるんだということなんですね。価値観を明確に分けない、善も悪も、人によって違うんで、いいんじゃないかと、どちらでもいいじゃないかというふうな考え方を持つような人のところに悪魔が入り込み、そしてその考え方を広めていきます。そうするとどちらかといえば善よりも悪の方がどん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 増幅してしまう、増殖してしまう、そういう傾向性が出てくるわけですね。ですので私たちは、神の御心というものを知ることによって善を明確に打ち立てる、善を広げて悪を押しとどめる、これが宗教者の使命になってくるというふうに自覚するものであるわけなんですね。神の御心に合ったものが善なんです、正義なんです。そして神の御心に合わないものが悪です。で、悪魔はこの悪なる領域に生息し、そしてこの領域を広げようとする、それを阻むのが善なるものの使命であり、神の使徒の使命というふうに言えるわけなんですね。だから常に神の側にいるものは悪なるものと対決し、悪を押し止めること、これが大きな宗教者の仕事であり使命にあたるものであるわけなんですね。古来より仏教の中でも、諸悪莫作、修善奉行、という言葉があります。それは簡単に言えば悪を押しとどめ善を押し広めること、これが仏教であるんだという言葉があるわけですね。これも仏教に限らず、神や仏を求めるものの大きな大きな仕事ということになってきます。ですので悪なるものをこの地上に許容してはならないんだ、それは強い姿勢が求められます。なぜならば悪魔というものは神や仏を否定し亡き者にしようとする存在なんです。そして自分たちが、悪魔が神や仏の立場に立とうと
する存在であるわけなんですね。この世界を許してはならないわけです。この世界を許したら不幸なる存在、悪魔の手下たちばかりが満ちた世界を作ってしまうということになるわけですね。この悪魔の手下たちはじゃあ幸福なのかというと、絶対に幸福にはなれません。この未来を私たちは作るわけにはいかないんだということなんですね。このことをぜひ多くの皆様に知っていただきたいというふうに思います。私たちは本当の意味で幸福な人たちを作りたいと思って活動しているものです。地球上に不幸な人を誰一人作りたくないという思いで幸福の科学の教えを広げようとしている存在です。悪魔にとってはその幸福の科学の教えが広がること、幸福になる人たちが増えることを極端に嫌がっています。だからその活動をさまざまな形で邪魔しようとする。だから信仰を否定するような言説を述べ伝えようと悪魔たちはしようとするわけですね。これに対して私たちは信仰の正しさ、信仰を持つことの素晴らしさということをいろいろな形で広げていこうとしています。悪魔に勝つことがまさに正義を打ち立てることになってきます。正義が地球上にたくさんたくさん打ち立てるということは素晴らしいことです。これによって幸福な人たちがたくさんたくさん生まれるからなんです。悪魔が自分たちの柱を立てるということは不幸な人たちをたくさんたくさん増殖させるということにつながります。さあ私たちはその意味で、この悪魔の存在を徹底的に許さないという強い姿勢を持たなくてはならないというふうに思います。だからこそ、この悪魔払い師という存在も必要になってくるわけなんですね。ぜひ、この悪霊悪魔の影響で苦しんでいるというふうにお感じになられておられる方はぜひお気軽にお近くの幸福の科学の支部あるいは商社に足を運んでいただいて気軽に相談してみていただきたいと思います。そこにこういった幸福の科学の中で大川隆法総裁が説かれる悪魔に対する教え、悪魔を撃退する教えを学び修行している人たちがたくさんおりますので、そういった方々のアドバイスをぜひ受けていただければなというふうに思います。そしてまたこのザ・リアル・エクソシストリニューアルバージョンという楽曲もまた悪魔を跳ね返す強力な力を持った音楽になりますので、ぜひこの楽曲もお買い求めいただいて家庭で何度も何度も聴いてみていただければなというふうに思います。この楽曲を通じてあるいは大川総裁の教えを通じてこの地上で悪魔に影響される人が一人でも減っていきますよ、そして一人でも多く神の光仏の光を受けて幸福な人生を送りきることができますよ、主エルカンタレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。